おはようございます。やってまいりました、ヤオンのゲネです。やばい、準備はみんなできてるか。できてる。セッティングするぞ。めっちゃ髪伸びた。なんかあっという間にヤオンのゲネが来てしまったって感じなんですけど、最近もずっとリハに入ってて、なんかゲネとリハの合間がないというか、今まで以上に結構リハも入ってます。100日から、 あと100日から体を始めたんですけど、あっという間に今日あと4日になってしまいました。まだまだだと思っていたので、でも楽しみがどんどん膨らんできます。ニコリンの、はい、ニコリン星からも、家族も来るし、すごい、はい、ニコリン星がすごい、はい、そう、本当ニコリンパワー出てる。ヨロ今日はいっぱい子供たちが来ます。すごい怖いのはリアルキッズと並ぶこと。今回ね、ガチャダンジュニアという名前で、こうオーディションをしまして、いい子たちが私たち のライバー大演祭を最高に盛り上げてくれます。非年齢をグッと下げてくれます。なんで言わせんですか、もう失礼ね。まあでもね、実際ね、ありがとうございます。下げていただいて感謝してます。まいちゃんがバシッと仕切ってくれると思います。まあでも大人だったら合わせられないけど、でも1、2、3、4、5、6、さっきは あのダンサーの子、あの一緒に踊ってくれるダンサーの子の立ち位置を確認してました。大人数をまとめるのは初めてなので、ちょっとドキドキしながら、この間もみんなでリハに入ったんですけど、すごいみんな一生懸命、かわいいなって思う。自分もこの時代があったんだな。もう私も今年で20歳なので、20歳最後のライブなので、あ、20歳じゃない、19、まだ言ってるよ、20代前に入りますみたいな。最後のライブがこの野音なんです。すぐ10代最後のライブっていう。マイク乗せて言うよ、すぐ言う。私も10代最後のライブ野音で迎えられてすごい嬉しいです。ちなみに誕生日は6月30日のマイマイって言います。よろしくお願いします。ちょっと待って、左と右が分かるかなっていう。Thank you.
タラタタラタラッパッパバーバーバーがパラッタッタッってちょっとディレイかけとけば、おなじみの曲でもしっかりやりますよ、ガザリックスピンとか。でも結構いろんな人が入って今回だから、毎回つなぎ目をちょっと調整するから、みんな前の記憶が入っちゃってて、それで今のあれ誰が弾くの誰かなっていう状態になる。若い子来ました。いやまだ私の電話じゃない。でもあの子たち、あの子たち結構お姉さんじゃないですか。はなちゃんよりちょっとお姉さんかもね、あの感じだと。やめろや、やめろ、そういうのやめろ。高校生、若い、アイコンタクトとかできたらいいな。でも一応袖にスタッフがいてフラフープを渡してくれるから大丈夫は大丈夫だけど、今のタイミングっていうのを今やってみてもいい？はい。じゃあメインダンサーのみさきちゃんとあっちゅちゃんです。よろしくお願いします。客席だったりとか後ろで踊ってくれるダンサーの子たちです。よろしくお願いします。お願いします。でこれにちっ、まあ、さらにちっちゃい子が入るんだけど、今大人チームだけ参加してもらってダンサービートをやります。はい。まだまだ無理、まだまだ無理、ダンサービートを。あとでちゃんと挨拶したら仲良くなるので、今はちょっとまだ。じゃあちょっとお姉さんチームね、今日は。のとこについてもらっていいですか？はい。髪だから全然あのやりながら。じゃあ6番にしよう。6番で。私も大人だったんですね。ダンサーズの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ステージ上ではガチャダンジュニアっていう名前でやってもらう形で、上上でガチャダンジュニアの中から美咲ちゃんとあっちちゃんがこっちで踊るっていう。真剣にやってるからちょっとまだそんなワイワイなんか喋れない。だって小賀さんがなんか真面目に仕切っちゃってるから可愛いですね、子供は。よし、話しかけるぞ。やったぞ。
一人だけなんか青髪で筋肉抹茶の子が、あれどこ？ダンサーの子。はい、はい。あれあのこの間のリハっていました。あとこの前はバイトがあって。あもう完璧ですか振りの方は。そうですね。あとは当日のバータリでなんとかなると思います。じゃあちょっと期待していいですか？あのすごい目立つんで一番。期待しててください。はい、多分誰よりも目立ちます。炭酸の美容師が増えました。で、パンパンパンが始まったらみんな入っていきます。若い子、後ろにいるのやばいでしょ、この図。ダンサーのガチャダンジュニアのメインで踊ってもらうみさきちゃんです。よろしくお願いします。後輩です。すごく緊張するんですけど、楽しいステージ作れるように頑張りたいです。一緒にガチャダンジュニアとしてダンサーで踊ります。あっちちゃんです。イエーイ、あっちです。私が高1で中1なんです。私も今までは結構年下っていうのが多かったんですけど、泣きそうだったの。道像でした。違うわ、なんか、ね、年下が妹ができて嬉しいです。道向こうだった。ここはもう喋れますもん。イエーイ、ほら、イエーイ。ガチャピンメンバー全然喋れる。みんな幼稚園から。じゃあ誰が一番喋りづらい？ガチメンバーで色で答えていいよ。色です。ハナさん。怖いにしよう。なんで怖いの？怖いよな、やっぱな。怖いこと何も言ってないじゃん。ごめんね。腕持ってんな、これ。で、同じタイミングで2人も出る。じゃあダンサーズは今日はこれで全部お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、いや、一枠で待ってる時間が、イエーイ、言うよ。ありがとうございました。もうやだそういうのやめて。嬉しい。あれ。かわいい。ありがとう。みんなありがとう。かわいいよ。みんなありがとう。みんなかわいい。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。ずっと喋りたかったんです。
伴奏で踊ってるけど自信持って踊ってない私もちょっと危ない。やばいこれもう。いつもだったらこのこれぐらいでじゃあもう今日は終わりって明日もあるしって言ってるけどまだ終わってないんですよ全部。元気いっぱい。さっきも脳から手に伝達が。休憩です。やったー。休憩だー。まだやってないものがいっぱいある。いやいやもうこれでちょっとお前ら遅いって言ったらちょっと待ってそれはどういうこと。マイちゃんすごいと思った。ちゃんと教えてた。大人の階段を。登ってた。パンつけたまま行くの。ダダダンダダダンダダダン。うん。ダダダンダダダンダダダダダン。でも数秒差なら一瞬じゃないかも。アクちゃんがちょっと重いかな。お疲れ様でした。深い。だからそれ誰に言われたの？そう言えって、はい、カメラに向かって。犯人は誰？みさきちゃんです。違うよ違う。え？まさかの。あっちは何？仲間を売ったわけ？じゃあみさきちゃんとわっちゃんお疲れ様でした。お疲れ様でした。自信持って、はい、今すごいなんか不安そうだから、大丈夫、できるから、はい、疲れ気をつけてね。はい、ということで無事リハが終わりました。イエーイ。朝10時に入ってもうすぐ10時だよ。10時間。しかも休憩割とほぼうちらしてないんだよ。全然してないです。ぶっ通しでした。でもそれぐらい内容が濃いんです。まだ足りてないんです。あとちょっとだけ残っちゃってんです。あどうですかキング、一言も欲してないけど。いや大変でしたもんね。キング眠いの？いやいや大変だったっていうか、なんか私をはめようとする人がいっぱいいるから。あ小学生とかだけど。でも大丈夫、大演奏になることは間違いなし。今のまとめ方はダメだよね。今のまとめ方雑だ。じゃあそんな雑な花兄さんに締めてもらおうか。はい、おっておってお。それでは一丁締めいきます。はい、よーかーい。お疲れ様でした。あれですよ、奇跡の晴れ間ですよ。ガチャピンにしてはすごい。なんかガチャピンってこう大事な大きいライブの日に台風とか多いからめっちゃ晴れてる。でも外回りして後ろの人もあれしちゃうんだ。ここアコースティックリハじゃない、ステージ高い、すごい。しかも晴れてるよ。もう逆に晴れてる。逆にビビる。見てあれ多分パチャマンピンコが用意してくれた。すごい上り、すごいね。やっぱ山すごい。なんかここでワンマンやるっていうまだ実感があんまりないね。もう今日は見どころ満載なんでね。私のダンス今日ダンサーみたいでしょ。髪型踊れないけどね。でも一番の見せ場がね、あります。後半の新曲の2番で踊りフリーって言われたんで踊りまくってやろうかな。いろんなところでメンバーそれぞれいろいろ動いてきたので今日は楽しいライブになること間違いなし、はい、お祭りだ。おめでとう。これ超やばい、見て。昨日の夜ご飯がカレーライスで、家でまあ夕飯に4杯カレー食べて、今朝カレーライスを食べてきて、今日のケータリングもカレーと中華丼なんですけどカレーを選びました。なんで私の体は今カレーでできてます。そうですね、カレー色です。カレーじゃないです。でも、お願いします。お願いします。
さっき引率の先生みたいって言われて、こんな肌の先生いないよ。コテコテや。子供か。子供か。あ、キズダンサーの子です。キズダンサーの佐野キング原です。すごい名前だね。お母さん、お母さん日本人じゃないかな。いや、子供のうちから芸名が必要かなと思って。ミドルネームをキングにしました。将来何になりたいの？キングになりたいです。はい、おはよう。ピーカンです。ザ・ハレオンナイフ初釣り、どうも出来上がりともそうです。おはようございます。椅子の高さとか問題ない？若干ね、高いわ。本番の緊張の度合いとどうなるんだろう。私若干高いとこが、おーっとっと今揺れたのはなんで？眺めが良きです。いや、高いとこ好きじゃないんですけど、これぐらいの高さは大丈夫。チームバンジージャンプ、ちょっと高いとこ怖い。バンジージャンプはちょっとだどころじゃない。あれ本当気失いかけてる。あれやばい。後ろの子たち、今そこが立ち位置？はい、はい、5、5、5、5、5、5、大丈夫、できる。舞先生が全然私の方を見てくれません。 2A から、 2A から。ちょっとまあ怖いですね。あ、ボンボン来ました。ありがとうございます。あなたのはないです。私のボンボンがない。そっかそっか。あ、だからみんなつけてんだ。青さんはゴミ袋かよ。一番端の子はゴミ袋で。お疲れ様です。もうダメです。やっぱちょっとなんか紫頑張ってみたいな感じもあれたんで、こんな頑張ってるのに伝わらないなら他のことに労力使ったことの方がいいかなと思って紫でした。ありがとうございました。失礼します。ちょっとこの上のおしゃれコーナーある、はい、そうなんです。しかもヤオンウェイの道ツアーでフリートークだったんですよ、ずっと。で、今回はヤオンはメンバー紹介なので、メンバー紹介が久しぶりすぎて、すいません。じゃーん。これね、まあ別に調子悪いわけじゃないんだけど、これめっちゃ効く。花ちゃん、これ青だから選んだの？違います。私のこの光るおっぱい、この乳ですね、からあるものが飛び出ようとしています。それは何でしょうか、行ってみたいと思います。すごい、母乳が出てるみたい。バイチェックはなんとか出ましたね。なんとか乳装置が、新しい乳でもあり父の乳でもある乳装置がなんとか出るといい。でも風が強すぎると上に行っちゃったりとか。出ますように、父出ますように。で、本番ね、よく見えるためにみんな側にちょっとこうずらすっていうのもある。こうやってウィンって、そこも要チェックでお願いします。そうですよね、あと45分でオープン。じゃあ、さん、え、違う、4時45分です。4時45分ですよ。あ、まだリハもやってないじゃん。リハも怖いんでしょ。リハができないっていうのと、大丈夫、たくさんいろんな人がいるっていうのと、なんか自分がどこまで教えられるのか、すごい不安ね。神神神様ですね。はい、なんで今日は全然噛んでいいってことだと思います。噛まないと神様じゃないんで、全然自信あります。っていうか今日でも喋るとこ少ないんですよ。噛めないかもしれないな、自分噛めないかもしれない。一回ここをちょっと5デシか6デシくらい切ってもらって、今日6月24日は UFO の日らしいんですよ。なので、UFO を連れてきました。3で仕上げてもらっていいですか？もう大丈夫。めっちゃ綺麗。今日の難関は
はい、胸を張ってもいいんだよの、あ、グループで来てもらって大丈夫、入りがちょっといつもと違うことをやるので、楽しいけど注意しなきゃいけないところ、で、ここの 4,5 曲目のブロックは私、まいちゃんの指示に従わなきゃいけないんですよ。まいちゃんが5を出さないと私は始められないし、待てって言う、だから私がはなちゃんに目を合わせない限りずっとはなちゃんを叩き続けることになる。恐ろしいですね。手をかけてた、でも夢さえ見れず落ち込み泣いた、これだけやり続けて乗り越えた、得たのにまだ足りない、バイバイバイだけど今辛さをバネにして探すことができる未来は切り開けるんだ、 Do it do it 負けない信じ前だけ向いてこ。やってまいりました、2017年6月24日日比谷野外大音楽堂ガチャリツピーワンマンライブ、イエーイ。何分？5分以内、5分以内スタート、やばい1回準備してる、準備してるけど、いろいろね、考えて練習して、はい、みんなで合わせてきたので、はい、大丈夫、お祭りだもんね、しかもお祭りだから、お祭りです、お祭りだー、頑張るというより楽しんでいきましょう、はい、絶対大成功させましょう、はい、頑張り、いくぞー、ゴー、いきますよー、いきますか、お願いします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 、こっちだよ、あっちだよ、こっちだよ、どこ行くんだ、どこ行くんだ、どこ行くんだ、あー、学生時期、何これ、なんかジェットコースター乗る前みたいな、あ、そんな良ければ SE いいか、大丈夫ですか、はい、大丈夫かい、はい、お願いします、はい、お願いします、はい、SE いいか、始まります、始まります、見てこよう、みんなで最高の夏に作っていきましょう。Ah!
いろんな人に知ってもらえるように頑張りたいと思います。